ファッションに対する興味は、覚えてるのは幼稚園の時にピアノの発表会に着る洋服をお母さんと一緒に見に行って自分でこれがいいっていうのを選びに行ったっていうのが一番こう記憶の中にある古いこうファッションっていうものに対しての思い出ですね。多分その時はそんなに気にしてなかったと思うんですけど、まあ、一緒にこう買い物に行った時にあれが着たいこれが着たいっていうのがどんどん出てきて、こう与えてもらうんじゃなくてなんかこれがいいっていうのがあったなっていうのは今でも覚えてますね。今のスタイルはどうですかね結構いろいろモードっぽいスタイルも今までやってきたし、そういうスタイルが好きな時期もあったんですね、はい、だから結構全身モノトーンの時期とかもあったんですけど、結局なんかやっぱり自分が好きだなって思うものはカラフルだったりとか、そうですね、こういうポップな服だったりとか、自分が好きっていうものを突き詰めてったらこういうファッションに自然にこうになっちゃった、はい、なりました。私の地元は本当にど田舎で、はい、そういうファッションとかあんまりなんかおしゃれな洋服屋さんとかが全然なかったので、もう絶対東京に行きたいなと思っていて、で雑誌をいろいろ読んでた時に結構雑誌の後ろの方に専門学校のなんだろう広告みたいなのがいっぱいあって、そこにこう書いてある卒業生の言葉とか在学生の言葉みたいなのを読むのがとにかく大好きで、私も専門学校に行ったらきっとおしゃれな生活が送れるんじゃないかと思って、絶対もう東京のファッションの専門学校に絶対行くって決めてたんですけど、まあいろいろ高校の先生の話を聞いたりとかいろいろアドバイスを聞いて結局大学にした。初めてアバンギャルドのタトゥーストッキングに出会った時に本当に衝撃を受けて、今まで見たことがないものだったのですごく面白いなと思って、最初は私も本当一消費者として楽しんでる側だったんですけど、うちのオーナーのと話してこう会って話したりするうちにオーナー自体がすごくこう面白い人だなと思って、でもアルバイトを募集してたの でそこでまあアバンギャルドに入社したんですけど、まあ一緒に働いてみてもすごく発想が面白かったりとか、まあありえないことなんてないんだってい こう精神でいろいろやってるので、これも両足を揃えるとこうキャラクターになる。普通だとこう片足にこうデイジーちゃん、もうこっちにもデイジーちゃんとか、はい、こう分けてプリントするっていう発想がすごいな。なんか今は当たり前ですけど斬新ですよね。キティちゃんもレッグウェアは大好きなので、まあ、これからもいろんなレッグウェアを提案しつつ、そうですね、なんか結構重ね、ストッキングの重ね履きだったりとか、なんかそういうものも提案していたりとかしているので、なんかもっと新しいファッションの楽しみ方みたいなものを見つけて提案できたらいいなと思います。お、絶対できる。本当ですか。はい、期待します。はい、じゃあこれからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。